で今日は先週もやりましたがこちら、アーティザン SP タイプの、この表で言うと2番目のところですね。アーティザンで先週ビーイングエキサイテッド、はい、常に興奮しているっていう、はい、ところやったので、今日は2番目トラスティング信頼、はい、じゃあこの SP タイプは自分の何を信頼しているのか、はい、というところでトラスティングインパルシス衝動を信じる、はい、アーティザンは衝動的ですとそうあることが好きだと衝動的であり即興的であることは本当に生きることですと SP タイプは自分の衝動を無条件に信じそれが湧き上がってくる感覚を楽しんでいますそれらを発散させることが好きでまるで爆発を引き起こすようなものです彼らは衝動がないと不安に感じることさえあるとすべてのタイプは時折突然の衝動を感じることがありますが他のタイプはそれを制御しようとするより価値のある目線を見据えています、まあ、価値のあるというか自分で価値があると思っているところを見ているってことですね、はい、SJ、NF、NT は例えば義務だとか、うん、倫理だとか理性の名のもとに衝動を制御するが、うん、これは SP にとってはその今挙げた3つは、はい、ただの束縛で、挟まっているような感じになるだけだと、うん、プロのフットボール選手でありかつては有名な独身男性だったジョー・ネイマスは結婚にはコミットするよりもフィールドでプレーすることに興味があったと多分ここは引用ですね、はい、私は子供が欲しいという欲望はないからなぜ結婚するのかはてだ、はい、ほとんどの女性は結婚して子供を持ちたいと言いますほとんどの女性はそういうふうに育てられます私はそれに耐えられません。内面では少し狂気が生じます。ある特定の時間にどこかに行かなければならないと感じると、中に閉じ込められているように感じる。そしてもし私がそこにいなかったら、彼女は心配するだろうと思います。本当に愛は私が抱えた最大の重荷です。そんな風に思ったことあります？思ったことはないですよ。ただ家族は、はい、重荷っていうかちょっと鬱陶しい時がある、まあ、衝動も分かんないですけどね。要は自分がやりたいことを、はい、やってますからね、まあ、僕の家族だからかもしれないんですけど、はい、僕はもう土日は子供と遊ぶんや、はい、それが幸せなんや、はい、っていう感じなんですけど、はい、それが楽しいならいいと思うんですよ。めちゃたの、あの、桃鉄、はい、娘と桃鉄ができるのって、はい、小学校の時だけじゃないですか、はい、それを最大限楽しんでるんですけど、はい、人から見ると、はい、何やってんだこいつって思われるだろうなと思うんですよ。はい、別にそんなことは思わないですけどね。桃鉄をやるべきだとか言われるともちろんそれ言う、はい、あ、ただ、はい、子供とは遊んどいた方がいいよ、はいはい、っていうふうに思うんですね、はい、って言われるとやっぱちょっともやっとする。遊びたいかどうかですよね。遊べるのは遊んどいた方がいいよって言われると、はい、いいかどうか分かんないじゃないですか。遊びたいかどうかじゃないですかっていう反応が起こってくる。そういう感じです。そういう感じですね、はい、遊びたいっていう衝動ですよね。子供と遊びたいから遊ぶであれば、あ、その通りかなって思う。僕はそれが幸せだ思ってるの で幸せだって思ってやるんだったらいいけど、はいはい、それが幸せだからって言われるともやっとするみたいな。なるほど、はい、でアーティザンにとって生きるとは衝動を抱きその衝動を即座に行動することを意味すると。衝動は定義上束の間のものであるため SP は即座の瞬間に生きなければなりません。行動は明日には持ち越せないのですと。若い頃のヘミングウェイは突然仕事を辞め第一次世界大戦で救急車を運転するボランティアとして参加したが
任務が与えられるのを待っている最中にフランスで観光に飽き飽きし、もうダメだってなって早く前線に送り込まれるべきと妹に書き送ったと、はい、SP にとって待つことは心理的な死を意味し、行動がどれほど危険であろうとも関係ありませんと。他のタイプはなぜアーティザンがそんなに即興的にというか即座に行きたいと思うのか理解しにくいことがよくありますと。しかしアーティザンにとって長期の目標を無視した瞬間の行動の人生は最も自由で強烈なものだと。これは SP が私たち他の人たちと同様に目標や結びつきを持っていないというわけではないと。もちろんアーティザンも目標を持っていますが、その目標は少なくより不確かに保たれています。そして結びつきがあまりにも多くなりすぎるか、あまりにも高速的になると SP は不安になり、どこか遠くに行きたいって衝動を感じるかもしれないと。アーティザンは全てのタイプの中で最も放浪の呼びかけに応えやすく、他の人よりも社会や家族と結びつきを簡単に断つことができますと。それが彼らに近い人たちにどれほど苦しみを引き起こすか、それを理解していてもアーティザンは突然活動や関係を中断し、振り返りもなく去っていくことがあります。特に中年になるとアーティザンは拘束からの自由を求める欲求が非常に強くなり、異常に我慢できなくなることがあります。息苦しいキャリアは突然捨て去られ、家族の責任は悲しいことにも痛ましいことにもなりますが、それでもほとんど後悔なく放棄されることがあると。 SP 自体これらの結びつきを作り出したにもかかわらず、今ではそれが窒息するような重荷に感じられるのです。例えば40代半ばでゴーギャンは妻と子供を置いてタヒチに船出し、そこで多くの絵画を制作しました。その中には傑作とされるものもありますが、彼は壊れた信頼を残して去っていったのですと。アーティザンは自分の衝動が支持することをしなければならず、その衝動が強制する限り行動をし続けなければなりませんと。衝動が収まり、もはやレース、絵を描くこと、遊ぶことがしたくなくなったら、そこでようやくやめることができますと。ストレスの中で SP の人たちは自分たちが特定の方法で行動しなければならない、自分では抑えられないと主張することがあると。そのため彼らは脅迫的なギャンブラーや脅迫的な飲む人であると認め、それに遭遇したセラピストによってそのようにラベル付けされることがあると。しかし他のタイプにとって脅迫観念は重荷で煩わしいものとして経験される一方、 SP はこの脅迫観念っていうのがほぼ全て興奮的であり、全くもってそれが煩わしくはありませんと。どうですか？まあ大げさですけど、はい、まあそんな感じはありますよね。そこまではないけどみたいな。ああ、はい、一応よ、我慢もできるよと。我慢もできるよっていうか、はい、何ですかね、我慢をしてる感じはないんですけど、はいはい、そこまで衝動的でもないかなっていう。でも例えばなんか今日どっか行きたいと思った、はい、家族がとか、まあやりたいと思ったことがある、はいはい、家族がそれをやらないでって言った、はい、やるように説得じゃないですか。どうすれば、まあそれかも言わないですよね。この活動知らないですもんね。知らないですよ。ウクレレも持ってることも知らない。知らないですよ。はい、なるほど、はい、私は家族公認です。はい、はい